はいはい、依頼とあらばどんなものでもどこにでも。こちら運び屋ジルウェイエクスプレスでございます。運び屋のジルウェイさんですね。その声はガーディアンの、いや今は依頼主と呼んだ方がいいんでしたっけ。遺跡の調査隊から依頼の荷物を受け取りましたか。ええ、確かに。こちらの部隊を先ほど指定したポイントに向かわせました。予定より早いですが合流しましょう。わかりました。おい、エール、そろそろ行くぞ。聞こえてるのか、エール。セルパンカンパニーのビル、こんなとこからでも見えるんだな。あの会社のおかげでこの国も随分救われた。それでも10年前のあの時、カンパニーの警備隊は母さんを救えなかった。あっという間にイレギュラーに囲まれて、いろんな人の悲鳴が聞こえてさ、イレギュラーたちは私から何もかも奪っていったんだ。そういや、俺がお前を見つけた時にはもう一人ぼっちだったんだよな。辛いのはわかるが、そんな顔しててもお前の母さんは喜んでくれないぞ。お前だって普通にしてればそこそこいけるんだ。知ってるか？お前結構客には評判いいんだぞ。ジルウェイ？そこそこって何さ、そこそこって。行くぞ。依頼主は先に合流ポイントに向かったそうだ。ねえ、ジルウェイ。依頼主のガーディアンって一体何者なの？運んでる荷物の中身は何も聞かされていないしさ。ガーディアンってのはイレギュラーと戦うために集まった連中のことさ。各地を転々としながらイレギュラー出現の原因を調べているらしい。荷物のことは余計な詮索はするな。どうせヤバいものに決まってる。厄介ごとに首を突っ込むのはやめておけ。何？こいつらイレギュラーか？こんなところにまで現れるなんて。まさか俺たちの荷物を狙ってるのか？ちゃったな。エール、大丈夫か？依頼の荷物がお前の近くに落ちてるはずだ。そこから見えるか？あれかな？いいか、お前は荷物を回収したら、その先にあるガーディアンとの合流ポイントに行くんだ。俺もこいつらを巻いたらそっちに向かう。それまで荷物を頼んだぞ。誰だ？こんなところで何をしている？待ってよ。私はその荷物に用があるだけなんだって。みんな銃を下ろして。もしかして運び屋の方ですか？うん、そうだけど、あなたたちがガーディアンなの？ええ、遠くで爆発が聞こえたので様子を見に来たのですが。なんだこいつは。ヘビのメカニロイド。こいつもさっきのイレギュラーの仲間。フレディさん、ここは危険です。早くそれをライブメタルを持って逃げてください。みんな早くライブメタルを。早く立って、ここから逃げるの。あいつの狙いはあの荷物よ。あんなものを持って逃げたら追ってくるに決まってる。いや、ライブメタルは
誰にも渡さない。バカ言わないで。あのライブメタルっていうのがそんなに大事だっていうの？だってあれはお姉ちゃんが、あれはお姉ちゃんが私たちに残した大切なものだから。もう首を突っ込むなって言われたけど、こんなの放っておけるわけないじゃない。でもどうすれば。大丈夫、僕が力を貸してあげる。適合だ。ロックシステム起動開始。恐れないで、僕はライブメタルモデル X。 モデル X？ ライブメタルが私の中で喋ってる。このままじゃあの女の子を戦いに巻き込んでしまう。ここを離れるんだ。君と僕が力を合わせれば奴らと戦える。変身した。この人がライブメタルに選ばれたというの？とにかくこのライブメタルを合流ポイントまで持っていけばいいんでしょ。危ないからあなたはここでじっとしてて。こんなことまでさせて、後で追加料金むしり取ってやるんだから。待って。助けてくれてありがとう。私の名前はフレイ。私はエール、運び屋のエールっていうの。待ってて、今助けを呼んでくる。うん、気をつけて、エール。
これでもう追ってこないよね。確かモデル X って言ったっけ。なんで私を助けたのさ。人の命を救うのに理由なんているのかい。君だって会ったばかりのあの女の子を助けようとしたじゃないか。僕は君の勇気に力を貸しただけだよ。力か。そうだよね。あなたのおかげで助かったよ。勇気だけじゃ誰も助けられないもんね。合流ポイントはこの先だっけ。さあ行こう。運び屋のものよ。荷物を持ってきたわ。向こうでプレリーっていう女の子が助けを待っているの。行ってあげて。なんだって。おいみんな、プレリー様たちの救助に行くぞ。プレリー様、あの子ガーディアンじゃそんなに威張ってるのかな。驚きました。その様子だとライブメタルを使いましたね。でも無事に届けてくれたようでホッとしました。あれ、ジルベは？もう一人の運び屋はまだこっちにはついてないの？いえ、ここに来たのはあなただけですけど。こちら救護班、仲間を発見しました。怪我人を保護した後ガーディアンベースで帰還します。待ってください、もう一人の運び屋が行方不明のようです。そちらで何か確認できませんか。あれは隣のエリアから煙が上がっています。隣のエリアで何者かが襲われているようです。そんな、ジルエ。悪いけどこのライブメタルもう少し借りていくよ。ジルエを助けに行かないと。なんですって。あなたもライブメタルもこれ以上危険な目に遭わせるわけには。何さ、荷物さえ届けばジルベがイレギュラーにやられてもいいって言うの？ですが。待って、フルーブ、エールを行かせてあげて。プレリーさん。大丈夫よフルーブ、彼女ならイレギュラーとも戦えるわ。メル、あなたはあの時出会ったばかりの私を助けてくれた。あなたのその勇気を信じるわ。ガーディアンベースへは私が話を通すから、あなたの大切な人を助けてあげて。ありがとう、プレリー。仕方ありませんね。では、私たちであなたのサポートをします。ご存知かもしれませんが、このトランスサーバーはこの国のあちこちにあります。これを使えば、データの記録やミッションの確認ができるのですよ。まずはデータの記録をしておきますか。記録しました。ベースのオペレーターからミッションの発令を受けました。現在あなたに出されているミッションは2つです。ミッションの1つは行方不明になったもう一人の運び屋の捜索、1つはガーディアンベースへの転送許可をもらうテストのようなものです。2つのミッションをこなしてライブメタルをベースまで届けてくれれば、あなた方運び屋への依頼は完了ということになります。どちらのミッションへ行くかはトランスサーバーで選んでください。10年前、イレギュラーに襲われた私を助けてくれたのはジルベだった。今度は私があの人を助けるんだ。